野球ってどういうこと？なんか全然話が噛み合わんな、友さん。どういうこと？あ、ジェイク。もしもし、もしもし、これってどういうこと？これ？まあ、テロップテロップ。ああ、最強喧嘩トトラズですね。それってどういう意味？なんか、いろんな意味を持つやんか。最強待ってるとか、自分が最強やとか。ごめんな、今さっき通知出したばっかやから、ちょっと届かんかもしれん、みんなに。まあ、自分の喧嘩トトマチにおいて最強だって言ってますね。自枠で最強ってこと？じそれゃあ、もとしもう今一日俺つに負けは、たら、もう一つ？もう一つは、まあ、その最強というものをネタとして持ってきてくれる人がいるっていう、その二つですね。じゃあ、俺が今日勝てばさ、ここで。じゃあ、お前はこのテロップ二度とつけれないってことやんな。ああ、そうだね。そうだね。だって自そう枠なる最わ。強なだけやろ。で、ネタで来てくれる人たちがいてるからっていうことでつけてるわけやからな。そうだじね。ゃあ、ちょっと待って。お前がどんな喧嘩するんかっていうのをメインとしてる部分っていうのが全然わからへんねや。議題に沿って話していくタイプ？いや、なんでもいいっすよ。なんか論題でいや、おもいい前に合わせし、た方が面白いやん。ああ、俺に合わせる。お前の勝敗って何なん？じゃあ、そこ聞くわ。お前の勝敗って何？いや、もう相手が認めるまでっすよ。これは。どういうこと？スタミナ勝負とかそういうこと？だから相手が認めるか、もし落ち、どちらかが落ちたりするのであれば、それはもう延長線上にあるんで、また今度ってなるでしょうね。だから引き分けの状態でその勝敗はつかないってこと？だから結局はどちらかが折れない限りはその喧嘩に勝敗はないって言いたいわけ？そうだね。でもそれっておかしくない？例えば論理破綻っていう言葉の意味にさ、その勝ち負けを表すような言葉も含まれてるやん。言い負かされるとか。そういうのは含まれへんの？お前の勝ち負けのその定義に。いや、でも、論破だけが勝ち負けだとは俺は考えてないんでね。でも納相手得いのくようこな形とを、で、いや、納得いったいいとしてよ。も、それが雰囲気だったり、いろんなもので勝ちというものを自分に引きつけることはできると思うからね。じゃあその論理破綻っていうのだって一つの武器として使えるってことやんな。論理破綻も一つの武器として、だからそこも、まあ強い、まあ論理破綻として持ってこられた場合に何も言い返せない状況っていうのは生まれることはあるだろうね。その何も言い返せない表現っていうのは、ああ、ああとか言い返してても言い返すに含む？それとももう反論ができなくなる状態？ああ、そのなんか、そのもがき苦しんでるような、そのバカアホみたいな感じで逃げてる様っていうのは、それはもちろん、反論にはならないと思うけどね。じゃあ、つまりは、お前の考えっていうのは、完全に任されてるような状態で、反論もできないような状態に陥らないと勝ち負けがつかないと。そうだね。まあ、あくそまれでもそはれやっはおぱ前のり、中でそうのだ考ね。えってこと？それとも一般的に喧嘩界隈を見渡してってことかな？どっち？いや、これはもうあくまで僕の主観ですよね、これは。じゃあ、主客観観で的しなかそないのです。負けっていう評価っていうのは、お前の中には浸透しないってこと？そうだね。それって勝手すぎひん？だって周りの奴ら100人がさ、周りに100人がおったとしようや。全員がお前の負けやって差し取っても、お前はそれを認めへんやろ？いや、だからそれは大会だとか、そういうものでは、もちろんそれに乗っ取ってするかもしれんけども、やっぱりそれぞれの勝ち負けの定義っていうのはあるからね。それぞれだからのそ勝ちこを押負けのし付け定る義っのはてい難うしものいをで理す。解した上で、いや、お互いそれって違うやんか。今やったらお前に合わせるわって話で進んでるんかもしれんけど、それってぶっちゃけ決着のつきにくいものやん。それをリスナーさんに例えば求めました。それを理解してるリスナーさんたちにね、俺たちはこういう戦いをしていたと。で、客観的に見た視点でアンケート結果で、例えば俺が勝利を得ましたってなれば、それは負けになる。いや、それはもうリスナーさんというか、もう俺の枠っていうのは、もうそもそも喧嘩凸したら、もうどっちかがとことんやるまで、主張が折れるまでやるっていうのはやってるからね。
いや、なんかそれってスいや、タミもナちろ勝ん負であっ長てくなるかさ、ら、もちろん長だくからなるから、どんぐらいなんその時間は。どんくらい、いや、それはもう人それぞれだよね。で、途中で じゃあ落ちるやつもいるからね。普段の論点は？じゃあどういうやりとりをしてるの？ああ、じゃあ、論題でいきますか、じゃあ。いや、例えばでいいよ、じゃあ。例えば、まあ最もう一近回なん出しかてみて。もうしょっちゅうやってるのは、給食と、小学校の、昼食で、給食と弁当どっちがいいのかとじゃあ、それでやろう。それが、お前の中のそのか。喧嘩の定義にも当てはまってるし、その勝敗をつけやすい部分ではあるってことやんな。ああ、いいよ。じゃあ、それっジェイて、クは俺どっちががいい答えた方がいい？いや、おの？前がどっ答ちえたが方がいいよくよ。ない？いや、俺が論題を出したんで、まあ、ジェイクが選んでいいよ。だってさ、これ俺が出してしまったら、俺は優勢な方を選べる可能性があるってことだろ？どうせなら劣勢な方に立っときたいもん。お前の中である程度そのやりとりっていうのを交わしてんやったら、その攻め方とかって、その攻略法は理解してんやんな。いや、だからまあ、どっちでもいけるよ。だから、どちらの方が自分は有利なのかとかで考えて、出してくれたらいいよ。そのどちらかを。俺はもういいよ。譲るわ。なんでやねん。いや、別にそんななんかこう、あれだよ。なんかこう、ハンディキャップみたいなやつつけなくてもいいよ。別に全然いいけるや、から。上からとか見てるわで、けでもないし、俺はただ、それを楽しみたいだけ。今この遊びの中で一つ楽しみを見つけたとすれば、それ劣勢やなって思う方を選択するってことやから、もともとその論題いや、にだ沿って話しから、合うのっいてあんや、ま好きじゃないし。そうだよ。だから俺が論題を出した時点で俺が有利なんだって。なんでな？どちらでも答えれるってわけでもないやん。例えば俺が新たな答えを出してくるわけかもしんひんわけやん。じゃあお前は固い答えを持っとくべきじゃない？どっちも硬い答えあるよ。なら、その何？決着はつきにくいってこと？つまり。まあ、相手がどういう観点で攻めてくるかによってまた変わってくると思うけどね、もちろじゃあ、お母さんの愛がたっぷり詰まった弁当で。ん。あ、弁当ですね。うん。じゃあ僕は給食をと取りますけど、はい。じゃあ、なぜかってじゃあ言って弁いい？当、その給食か弁当かってことやああ、ろ？そうですね。いいよ。じゃあ、まず答えるよ。まあ、母の愛を知ることができるから。それだけでいいよ、今のところ。母の愛というのは別に弁当だけで、味わうもんでもないじゃない。運動会だったり、別にそれ以外のところでも母の愛情というものはさ、もらえるわけで、それよりも栄養バランスとか、なんかそういうのがしっかりしてる、まあ食育の観点でもちゃんとしている給食の方が、まあ平等にみんなにね、行き渡るって意味でもいいと思うんだけど。まあなんか、例えば食育の観点からとかっていう見方もあるとは思うねんけど、それって母の知識によっては大きく変わるくない？じゃあ全然その、何、栄養管理が行き届いてない弁当もあれば、栄養管理の行き届いた弁当とかもあるから、そこに関してはちょっとわからへん部分ではあるわ。でも、その愛を感じれるのって、その弁当を作ってもらえる期間だけなわけよ。将来社会人になって奥さんに弁当を作ってもらったりするかもしれへんし、どういう関係になるのかわからへんで、そのお母さんとの。でも、そのタイミングだけのやっぱり思い出となって、めっちゃ濃いものとなると思うわけ、俺は。まあもちろん弁当だけ見ればそうなるかもしれんけども、でもそれは、例えばそこでさ、給食着だったりさ、毎日アイロンをかけてね、持って行って開けたりとか、なんかいろんなところでもそれはさ、値すると思うんだよね。別に給食に限ったわけじゃないと思うんだよ。そのいや、給例え食にば、限って言えることだといえば、やっぱり食育の観点で見れば、やっぱり栄養バランスとかさっきも言ったけど、そういうのはさ、しっかりしてるし、なんだっけ、ノロウイルスとかのさ、そういう対策？そういうものもちゃんとしてるからね。まあでも実際さ、そのノロウイルスとか食中毒っていうのを起こすような事件っていうのは過去にあったわけやんか。その給食員たちが。
って考えれば、絶対的な安心ではないわけ。100% の安心がそこにあるかって言われたらそうでもないわけ。で、お母さんが持たせたその弁当っていうのの危険っていうのも、そこまで多分大きいものではないとは思うにやん。朝作ったりする人たちが多いし、なんなら前の日から作ってんのかな、さま、さすがに。だから、まあ、それはどちらも危険性はあるよね。うん、そう。で、そのどちらも危険がある中で、どちらかといえば危険が少ないのはって考えたら、やっぱりその集団感染みたいなのをしない弁当に、俺は偏ると思うにゃん。あの、集団感染って言うけれども、その集団感染の前に、チェックというものがあって、ものすごく、その、うん、あれなんだよね。あの、チェックが大きいんだよ。例えば、校長先生が、あの、給食を与える前に、うん、あのそういうのが入ってるのかっていうのをチェックするんだよね。でも給食、うん、あのお弁当っていうのは作ってから食べるまでっていうのがもう一方通行なんよ。でしかもノロウイルスっていうのはその便とかの便とか触ったのであの広がるわけだから、その給食とかに入ってるわけじゃなくて、うん、その給食にを食べる時のその手だとかそういうもので広がると思うんだよね。ならばその給食、じゃあいいこういう会社をしても、うん、給食ってすべての部分をなんか調べれてるわけじゃないやん。ぶっちゃけ俺、少年院におったから、その何保健所の厳しさとか知ってるけど、俺その、少年院におったタイミングで、給食係やったわけ。で、管理とかもめっちゃ厳しかってんけど、一回俺、落としてしまった唐揚げをそのままなんか中にポイって入れたことあんで。でもバレへんかったし。うん。それは弁当も一緒だよね。うん、弁当ってお母さんがもし落としてしまったら、それって横に、避けるんじゃない。それぐらいの愛は注ぐやろ。この子に病気になってほしいとか思ってない限りは。いやだからそれはさ、0か100かで言えばどっちもさ、それはあの 100% として答えは出せないと思うんだよね。だから結論どちらにリスクがあるかっていうことを考えれば、俺は弁当の方がリスクは少ないと思う。なぜならかかったとしたって特定の人物その一人を指すものになるから。で、給食でそのチェックが行き届いてるかどうかって問われたとしても、給食でのチェックっていうのは一部分を切り抜いた状態でのチェックにしかない、チェックでしかないわけやから、もしその部分的なその感染経路になってしまってたら無意味じゃない？部分的なっていう、まあ、例えばどこの部分になるんですかね。いや、だから俺、落とした唐揚げの例えを出したやんか、落とした唐揚げを、拾い上げてポイって入れました。その唐揚げに触れてるものは感染経路になってしまうんかもしれへんけど、他のその触れてない唐揚げたちは菌がまだ繁殖してないわけよ。うん、じゃあそういう場合ってさ、その何運よく全然違うとこを取ってしまってチェックしましたってなったら、感染しているような部分っていうのの判別は下されへんわけやん。ごく一部の部分でしか判別は下さへんねんから、そのチェックシートみたいなのがあったとしてもチェックしんねんから。まず、その感染するものって、もう大半を占めてるのはノロウイルスなわけなんですよ。まあ、だけで、ノロウイルスの感染ルートって、だから食中毒の中でノロウイルスが格段に多いんですよね。で、それはなぜかといえば、まあ、そこは分からないけど、うん、はい、まあ、トイレとかね、そういうので、その排便、排出したものから移ることが多くて、その、うん、排出したものから移るっていうことは、その弁当だったとしても、同じドア、うん、ドアノブだったり、その物によって移っていくんですよ。だから弁当自体には入ってないことが多いんですよね。それは、その作る段階で入ってた場合のみだから。え、だからその感染経路っていうのが。学校生活において、うん、学校生活において給食で入って、その広がる、給食で広がるっていうのと、そのドアノブだったり、うん、その、いろんなものでその移っていく経路を辿っていけばそんなに変わらないんですよ。いや、その感染経路っていうのがドアノブやったら弁当だって変わりないから別に意味ないけど、例えばあの俺さっき挙げたブドウ球菌やったかなとか O157 の原因になるようなものだって含まれてるわけやんか。まあ O157 だってそうかもしれないけれども、その O157 であってもそれはあの感染経路っていうのはあの手についたものだからね。いや、まあそこ何、例えば食器とかも含めじゃない、その手についてしまってるものを雑な管理をし、そこで手についてしまったものがその食へと感染していくやろ、うん、
で、その食事を作っている最中の、その何、絶対的な安心っていうのは明らかにない状態なわけ。でも母親は一人の分の弁当を作るだけやから、よく集中して作れるわけやん。例えば、食中毒以外に考えるけど、これは例えとしてな。給食のおばさんが何百人分の、バーってその食べ物をぐわー作ってました。その中に袋が混入したってわからんわけ、実際。何百人分作ってるから、そんなに目に入るわけじゃないから。で、お母さんがたまたまさ、卵焼き粉、バーやってました。あ、卵の殻が入ってるわぐらいで気づくときって、あるいはめっちゃちっちゃくても。ああ、だ からそういう、作る段階でっていうことですよね。そう、作る段階での、何気も、安全管理の行き届き方っていうのは、お弁当の方が上やと思うで。いや、それは違うね。作る段階で言えば、給食の方がプロの方で、ちゃんとマニュアルに従って、ちゃんとしたその管理をしてるのは、給食の方だからね。え、だってマニュアルの操作もちろんだそっての、あり得るわけやん。実際その仕事としていや、考あえり、いて、や、だミスだっから、てあるわけやろ？今話してるのは、どっちもあり得るんだよ。どっちもあり得るけれども、どっちが、なる確率として高いのかっていうことを言った場合に、やっぱりプロの、やっぱり、管理が行き届ってる方と、素人だよね、あくまでも。個人差はあるえ、けじれゃあ、ど待て待も、あて待くて。までも素人が作っているものっていうことで考えれば、やっぱり素人の方が、やっぱ知識としては劣ってるよね。いや、劣ってないって。そういう知識だって与えられるからこその弁当なんじゃない。食中毒になる前提で弁当作りなんかしんひんって誰も。いや、だから、食中毒にならせようと思って作る人は誰もいないけれども、知識がいや、なだいからたそめこにが、そなこるでのことリだっスクてのあるよ話ね。をしてるわけ。そこでのリスクの話をしていて、さっきの袋が混入していて、それに気づけるかどうかって話はそこにつくねん。母親の場合は一人の弁当やったり、その兄弟分の弁当だけを作るから、そうやって何かが混入したりした場合気づくことができるけど、給食のおばちゃんとか何百人単位での食事の作り方をしてるから、その管理に行き届かないって。なんなら、そういう場面で使っいや、ている行き食届って材っるていうよ。のは冷凍食品やったりするわけやんか。じゃあその冷凍食品を一つずつ開けて管理してるわけでもないし、何かが混入していればわからないんじゃない？母が気づける愛、その愛の部分で気づけるようなことがあったとしても、給食のおばちゃんたちは何百人単位で作ってねえから、分からへんやろ。これはね、俺のばあちゃんが給食の、作ってるばあちゃんだったんだけども、もうそれはね、数量から、一つ一つの材料から、めちゃめちゃ、こまめにやってるからね。いや、正直言っで、ていい？それは俺の知り合いっていうか、俺のおばちゃんも、給食のセンターで働いてた人がおったわけ。でもそのおばちゃん、あれやで、自分の家で使うための、焼肉のタレとか普通に作ってたで。いや、それは作って持ってきてたっていうだけの話でしょ。いや、そえ、こだでから、作っててそこんて。に、その給食だのからそ、鍋が使いやすいからっつって使っててん。そういうぐいや、らいのだもんやねんから、で。その、い、うん。だから混入してるか否かっていう話だから、そのいや、マそニュアこルにで、従っじゃあ、て、その例えば入マれニュるアようルながあ場所でるので作っあてれるかば、作ってないか。じゃあね、例えばそのマニュアルがあるんであれば、完全にそういう危険を含むような行為っていうのは禁止すべきじゃない？給食っていうものを作る以外での目的とし、その鍋を使うことは禁止するべきやけど、実際働いてる人たちの管理に置かれてるから、そこまで管理しきれてないんじゃない？いや、そのイレギュラーを話してしまえば、その弁当だってそうだよ。だからお互いどっちもに例えなるじば。ゃん。だからお互いまともにしてたいや、とし弁、ても、どっちもじゃ混ない入やん。することがあるんだよねっていう考え方で差別化していかないと、差い別や、違化うっして、たどときちらでに、も混入する可能性のリスクの話をしだしたときに、給食のおばちゃんたちの混入の方がリスクは多いって。それはなぜか、一から作るような土台っていうのが全て整ってるわけじゃないから、母やったら、複数を相手にしてるだけやから、その目が届く範囲で収まるけどもって。そのリスクの違いいはや、理そ解れ、できいへん、や、お前。ちょ、待て待て待て。それは材料だって、なんだって、別にそれを一から管理できてないでしょ。弁え、当なのんでな、方だって。母やったら自分、ちょ待って、母やったらさ、例えば野菜をこうめくりました、その生野菜を使う場合やったとしても、そこに虫がついてないかとか、一枚一枚洗ったりするやつだっておるやろ。そうぐらいの気遣いはできるやろ。いでや、もお給る食やのおろうばちけゃんとど、かってしなったないら、やつだっもうている数よ。がえげつないから、ちょ待って、数がえげつないから、ぐわーって切るわけやん。なら虫混入してる可能性なんかいくらでもあると思うで。いやー、それは考えにくいね。それを言ってしまえばなんでどっな、ちコだっストてを変やわらつ、ないと思うわ。
コストを安くする変たわめらにないとさ、思その給食費にかかるうコストっていうのを安くするために、安い野菜とか仕入れてくるわけやん、学校サイドって、その給食センターとかって。まあ、安いというか、まあ、体には影響はないようなものはちゃんと選ぶと思うけどね。食育のそうや観ろ？点じゃあ、でち虫ゃんのと。混入とか、そういうものは含まれてる可能性だったりや、それが体に悪影響を及ぼすかどうかじゃなく、今混入の話をしてるから言うけど。だから可能性の話だよね。混入の話で可能性の話だから、どちらもあり得るよねってしか言えないんだけど。どちらもあり得るよねじゃないやん。その可能性の話でどちらがリスクが高いかやで。だから例えば、だからそリのスクが1回高のいの食事をは、作今るこタイこミだングよ。にどれだけの混入があるかって考えたときに、その何？給食の場合は何百人とか単位にしてる、何百人とかおるから相手が、その何百分の1とかになるんかもしれんで、たまたま入ったそのちっちゃい袋が紛れ込んでましたっていうのは1人にしか当たらんわけやから。でも、じゃあ例えばじゃあ子供に関してってなれば、それはそれで違うわけやん。やっぱりその卵の殻が入ったりしたら、あ、卵の殻入ったって取ったりとか、袋入ってるわとかっていうのにも気づきやすいねんが、一つ一つを丁寧に弁当箱に収めるっていう行為まで母親はするわけやから。じゃあリスクの点いでや、考えたそれら、給は、食ちゃのん方がと絶対人数リスにクは対し高いって。て、いや、それはないね。だって何人に対して何人で作るっていうのが、人数のちゃんと割り振りもあるし、それで大丈夫だっていうのを元に、その配置にしてるんだから。だからそれをで、元そのに割り振りっマニてュいアうルっのていうが、のがじゃあできね、るんだからね。割り振りっていうのがえげつない人数の場合、うまいこと回せれてるが、勝つん。おかしない？それは。違う。リスクえのげ問つな題いをしだした人数タにイミ対ングしで考て、えたときに、じゃあ待って、お前は絶対かけてるけど、リスクの話をしだした段階で考えなあかんのは、一人が対応してる人数の問題で。お前はさっきこういう言葉を残してるわけ。いや、そそれはれ両が者にさ、だっ大拘て当て束はになっまてるるようんなだことよ。なんじゃねえのって。いや、それは一わか人ってる？言ってるけお前はど、両者に当てはまるような部分に含まれてるって言っとったよな。いや、だから言ってんじゃん。だから両者にも当てはまるっていう観点で言えば、別に家族だって何人家族がいるのかなんてわかんないじゃん、そんなのさ。だからそそれはこもちでろん大体の人数でいいやん。一子3人で供もいいし、の4人で話もでいいやってよ。るけどね。そこで単位が違うわけ。給食委員の人たちは。一人に対して何人の食事を作ってるかってなったら、えげつない人数分を作り出してるわけやろ？じゃあ小さいことに目がつくかってなったら、つかへんって話をしてん。だからそこでリスクがどいや、ちらが高いかってなったら、リスクがちゃう高いよ。のはそっちやろって。そんなに管理体制が整ってるって根拠すらないねんから、俺が否いや、そ定しれたはやん。ちょっとおかしいな。いや、洗うなら洗う係っていうのがちゃんといるんだよ。で、切るなら切る係、炒めるなら炒める係。だけども、ね、菌というものは、ちゃんと菌が死ぬ温度までちゃんと測って、熱湯消毒するんだよ、そこで。で、そっから調理をするんだから、もう仮にそこで入ってたとしても、ある程度の菌は殺される。だけども、家庭で作ったものであれば、ね、その熱湯消毒っていうのはさ、してる人、してない人の、してる人だっているだろうし、していない人だっているんだよ。だけども、マニュアルではないから、それは家庭の方が、ノロウイルスとかになる可能性で言えば高いと思うよ、俺は。いや、ましてや、プロなんでてはいないうん、んだおから。前がさっきノロウイルスの例えを出してしまってるから、それに関してはもう含まないっていう考え方を持ってるわけ。それはなぜか、ドアノブから移ってしまうものなら学校で感染する可能性があるから。で、そのマニュアルに関して、マニュアルに関してとか言ってるけど、全員がそれに従って動いてるわけでもないから、実際食中毒っていうのが起きてんやろ、事例として。いや、だけども、ものすごく低いよ。いや、ものすごい低いとか、そんなん分からへん。実際の数っていうの分からへん。たまたま、その俺がさっき言ってたみたいに、給食を食べてる子が食中毒になりました原因が分からない。なぜなら、もともとその給食でチェック取ったり、残してる部分ってあんねやんか。その保健所に管理しとかなあかんっていや、うルール俺があっね、て。俺はね、一番大事なのは、どっちが移る確率が高いかっていうのは、これ、分からないと思うんだよね。ただ、移ってじゃあ、しまどっちたらとがきリに、スクどっがちあがるいいかのか。話をしてんねんて。いや、だから、リスクでも、それはさ、パターンとしてはいいや、どろちいろらが大変いいなかこなとんがかあ関る係わけないだやん。学し。校でなろうがさ、家でなろうがなんか関係ないやん。その治療費を見てもらえるかどうかの話し合いじゃないやん。弁当がいいか、給食がいいかの話し合いやろ。広がるのを防がなくちゃいけないんだよね。広がるのを防ぐときに、どっちがいいかっていう話なんだよ。だからどっちでどういうパターンでなるかっていう話じゃなくて、これがもしなってしまった時に、
ね、その何のウイルスに感染したのかっていうのを突き止めるのには給食の方が断然に突き止めやすいんだよ。いやだからそれってさ 100% じゃないねんって俺言ったけど、例えばさ家で食べたもの、家で使用したものっていうのがごく一部やったとしようや、わかる？うん。じゃあそこから辿れるようなものがあんねやったら辿れんねん、わかる？保健所が動き出しました。俺過去にその少年院におったタイミングでの話をするけど、またそのタイミングで調理科っていう場所におって、その調理科で行われてたのは部分的にその食材を取って冷凍庫に入れとくってだけやったわけ。でそれって部分でしかわからんことになってくるわけよ。すべてを残してるわけじゃない。全体的に均等になったものを入れてるわけじゃなかったから。いやだからそのどこでその移ったとか言ってしまえば家庭の方だって移る可能性はどこでもあるんだよ。まあ給食でもそれはそうや、リスクはあるって、どのタイミングだってリスクはあるけども、それぐらいの知識があるっていう前提で家で普通に飯が食えたり弁当作ってもらえたりしてんやろ。で学校サイドとかもしその今話をしている弁当がいいか給食がいいかって話は学校だと思ってるから、学校サイドからそういうマニュアルみたいなものは出されるやろ、こういうことで気をつけてくださいみたいな。子供の頃になんかもらったで俺多分、給食があった学校やったけど、もちろんマニュアルは出されるけれども、それじゃ効力が弱いんだな。そっからそれを実行するか否かっていうところにもなるし、それで給食のおばちゃんたちがマニュアルに沿って完璧にね 100% にしているのかって言ったら、それ 100% ではない場合もあるんだから。だからそこで話をするんじゃなくて、移ってしまった場合の感染ルートを、感染ルートじゃなくて、その何のウイルスなのかっていうのを突き止めるのには、どっちが早いか。いや、じゃあ、どちら、じゃあ、待て、どちらにリスクがあるかも考える点としてはありやって。いや、ありじゃないよ。どっちだってあり、どっちだってあるんだから、リスクとしてはし。いや、可能性があるかじゃなくて、リスクの問題の話をしてるわけやから、わかる？リスクの問題をしてる、話をしてるわけ。いやだからリスクは分からへん、その関係ないでしょ、関係ないよ。いやリスクは関係あるって。いやないって、だっていやそこでどっちも移るんだから。例えばさ、車を運転するときにリスクを感じるとかってあるやん、そのリスクの問題。バイクを乗るか車を乗るかでリスクが高いのはどちらだってなったときに、バイクの方がリスクは高いわけ、事故率が高いからって。いや、それは、ちょっと、また変わってくると思うんだけどね、話が。いや、例えな、例え。と思うんだけど。いや、例えな。そこで、じゃあ、どちらの方が食中毒になるリスクが高いかっていう話し合いだって別に不毛じゃないねんって。そこでさっきの例えとして、混入する確率があるのはどちらかって話を出し、その混入する確率としたら、その、何？給食の方が管理が行き届いてるわけではないから、完全にな。混入してしまう可能性が高いんじゃない、それを取り除くことも難しいんじゃないのって話をしたわけ。それリスクの話につなげるためにな。え、それはだから給食でも一緒だし、弁当でも一緒でしょ。だからパターンとして考えた場合に、いろんなパターンがあるから。なんで一緒になんの今のさ、俺話いっぱいしてきたやんか。リスクの問題っていうのをクリアするべき部分として、一人が相手、何人相手に作ってるかだってリスクの回避になるし、他にだって、その何？いろんな業者を挟んだりするような部分やったり、いろんな人たちの手に渡るっていうようなリスクを背負ってる給食よりも、一人が作っている、一人が複数に対して作っているような、その弁当の方がリスクは少ないんじゃねえのって。それはリスクの回避になってるくない？みんなに、だからそれを言うのであれば、マニュアルが行き届いてない一家庭の人たちがね、混入する確率だって、もしかしたら一斉にね、混入されることだあるわけだし、友達同士がもしさ、遊んで帰って、そこに手についていたものが家に移って、そこから広がることだってあるんだからさ、そのパターンとして考えた場合に、いろんなこと考えられるわけなんだよね。いや、それは話が全然違うねんって。お前が話が変えていってるわけ。わかる？今そうやってさ、家に入ってとかっていう部分に関しては全然違うねんて。今話をしてる中心となってるのはどちらがリスクあるか、どちらを優先するかって話だろ？別に何か、その給食はこれがあるからこれがいいんだとかじゃなく、何かリスクがあるような点っていうのを話をしてるわけやろ？いや、今一緒の話。そう、後々の話。じゃあ、後々の話なんかされても理解できるわけないやろ、バカが。なあ。
や、そんな家帰ってからの感染経路なんか話してないやんけ、今。そんな感染経路の話なんかする必要ないねんって。どちらがリスク高いか、どちらがリスク低いか。いや、リスクで言えばだからどちらも変わらない。どちらもあり得る。それで終わりなんだけど。なんでやねん。お前分からへんの、ほんまに。いや、分からへんのって言うけど、片方は、給食の方は、ちゃんと、マニュアルに従ってプロがしている。だけども、感染することはあり得る。ね。もう一つ、片方は弁当を作る方っていうのは、ね、素人なんだよ。だけども、もちろん、知識を持った素人もいるし、うん、知識を持っていない素人もいるわけだから、どちらも比較することはできないんだよ。どっちがリスクが高いっていうのは。じゃなくて、多分知識を与えられんねん。感染した場合、いや、だからどっちも、ノロウイルスでもいいんだけど、何でもいいんだけど、感染した場合に、じゃあ何人感染したのかっていうのを突き止めるにはどっちが早いかっていう話をしないと、ちゃんと差別化できないじゃん、それ。給食がいいのか弁当がいいのかっていうのは。じゃあ、ちょっと待って、こういう差別化でもありってこと？例えば、給食で感染しましたってなった人数が100人でした。100人が与える影響っていうのはかなり大きいわけやん。その家族にも、そのウイルスの危険性っていうのは含まれてくるわけやから。でも家族内での感染なのであれば、そのリスクっていうのは明らかに少なくない？そういうリスクの背負い方もあると思うねんけど。いや、家族だと、いろんなとこから食材を買ってるし、で、突き止めるに難しいんだよね。なぜかといえば、その家族が、そうやね、そうやね。ちょっと待って、ちょっと待って、さっきからこだわってる、その突き止めるっていう部分は何なん？そこまでそんなに必要なことなん？例えば、ノロウイルスにかかりましたってなれば、ノロウイルスにかかった時の症状っていうのを医者が判断して、あ、ノロウイルスだねって判断したりするわけやんか。そう、で、例えば、O157、そのブドウ球菌とかに感染した場合やったら、多分腸に、その潜伏期間が1週間ぐらいやったんかな、確か。ちょっとあんまり曖昧やかわからへんけど、そこから急に発症したりするわけよ。確かね。わからへん。いきなり来るものもあるんかな。ちょっとそこら辺はにわかやからわからへんけど、判断のしようっていうのはいくらでもあるくない？何？その感染源っていうのはどこなのかっていうのは調べなあかんことな。いや、だから感染っていうか、そのウイルスが 何かを突き止めないと、それに効力のある対処ができないんだよ。で、それは医者調べたらいいんちゃう？どうやって、調べるかというと、比較するんだよ。例えば、同じとこから、給食だと、例えば同じ一個のとこから感染した場合、その何人かなっている人たち同士を比べたら、それで何の菌かってわかるんだけども、弁当の場合は、その人がなっていたとしても、じゃあどこで感染したのか、学校でなったのか、家族の方で感染したのかっていうのが突き止めるために時間がかかるんだよ。だからその時間っていうのは、突き止める必要っていうのがあんのかって。幅が出てくるんだよ。いや、だからその、何？その感染源っていうのを突き止めることに意味があんの？いや、当たり前じゃん。それが一番大事なんだって。もちろんならないことは前提なんだけども、今話してるのは、意味がわからへんねん。意味がわからへんねん。そこがほんまにわからへんねん。突き止める必要があるやろ？その感染源となった部分をやろ？わからへんねん。例えば、家でたった一人だけ感染していました。それで学校で給食を受けている子供でした。他にもそういう症状が出ている子供がいましたってなれば、まあ、学校で移ったんであろうっていう想定はつくわけやんか。はいはいはい。でも、実際家族が同じように症状が出ていれば、家族の中で感染したんだなって突き止めることはできるけども、元ある何から感染したのかまで調べんくてもよくね。いや、調べないとわからないんだって。どの菌にかかったのかっていうのは、やっぱり給食の場合だと、どこから食材運んできて、どういうルートで作ってきたっていうのが明確化されてるから、すぐわかるんだけど、いや、だから、お前、ちょ、待って。わからんからなんなんて。そのリスクを突き止める必要ってあんの？その、だからリスクの部分、その、だからその間に広がるのっていうのは、それは何なん？いや、死につながるかもしれないんだよ。その
突き止めるまでに時間がかかれば、ちょっと待て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 、待て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 、お前頭悪すぎるな。マジ頭悪いわ。マジで頭悪い。今の発言はマジで頭悪い。そうやってさ、そらそうとしてるんだろ、お前今。いや、そらそうとしてないって話を元に戻そうとしてるわけ。俺はどちらかといえば、お前がそらそうとしてるだけ。で、その何が入ってるかもわからないっていうのは医者が判断するんじゃないんって。結局検査せえんかったら確定はできひんねんから。いやだから判断するにあたってどういう判断の仕方をするのかっていうのが明確に違うって言ってんの。給食と。だからその材料が増えるって言いたいんやろお前は。例えば学校の場合、俺さっき言ったやん。さ、学校、ちゃんと聞けよお前。学校の場合はさっき言ったみたいにサンプルが残ってるから、そのサンプルを辿って何の菌に感染したかっていうのが分かるっていうような部分やったりとかするってことやんな。でも結局それって医者判断じゃない。保健所が動き出さへん限りは分からへんねんで。ハテナな状態やで。だから保健所もそうだし、医者もその判断するまでっていうのはあるけれども、その何の菌だったのかっていうのを判断しなくちゃ、その効力のある治療はできないんだ。だからその何の菌かっていうのを突き止めるには、給食の方が明確に早いスピードで突き止めることができるよねっていう話をしてるの、分かった？それは先ほどの一部の話で消えてますよね、おバカさんですか？一部しか取らないサンプリングに効果があるかどうかっていう話はしたよな。何が苦しいね。一部しか取らんサンプリングっていうのの何が苦しい？え、何か。一部に、じゃあ言ってみ？何を？いや、だから、じゃあその感染ルートで、まあ、突き止める速さの話をしたけれども、じゃあ、いや、だから突き止める速さって、じゃあどうなの？お弁当の方の場合、例えばゴミ、残っているゴミ、だから、例えば感染しましたってなって、残してるのって確か1週間やったわけ。月曜、火曜、水曜、木曜、金曜、土曜、日曜日とか、そんな感じで分けてたんかな。俺の少年院の場合。まあ、家で残してるゴミだって同じじゃない。どこかに感染ルートがあるのであれば、そのゴミっていうのは週に3日、に1回ぐらいしかゴミを取りに来んねんから、大体のところは。じゃあ残ってると思うで、もし感染しました、その、速攻、その効果が、その何症状が出てしまってる場合、特に食中毒なんかすぐ出るわけやんか。はい。同じようなタイミングで。なら学校とか家族とか関係なく判断下すことはできると思うけど。あとそういうのって医者関係じゃない。医者がどう判断するかによっても全然違うわけやん。お前の言ってることっていうのは材料が増えるだけの話やからな。材料が増えるだけの話やからな。そう、人体にかかる。じゃあで、人体にかかる。どこを濁してんねん。俺はっきり答えてるよな、パーカー、お前。違う、医者の部分だよ。だから医者が判断する。だろうっていうところで、その医者が判断するのにあたってどっちが判断しやすいのっていうところを俺はついてきてんのね。どちらが判断しやすいの？だから例えば俺ちょっと待って、これをクリアできるじゃん。お前の言ってるの、俺がお前のその何、医者が判断しやすいよねっていうことに関して一つプラスするけど、そこでさっき言った一部しか取らないサンプリングの効果がなかった場合は、だから一部しか取れない可能性が出てくるのは家庭の方が多いよって言ってんの。いや、ちゃうやん。家庭の方が多いとかじゃないよ。お前は給食の場合の方がメリットがある言うてんやろ、ボケ。理解しろよ、クズ。そこでサンプリングを一部の部分でしか取らないようなものを残してて、その部分に感染源っていうのが含まれてませんでした。じゃあ余計迷宮入りするんかって言われたら、そうじゃないやん。医者はそれでも対策を練んやろ。先に進んでいくんじゃない。だからその、わかる？だから感染してしまったものを早く効力のある薬で抑えないといけないんだよ。で、今弁当の話をしたんだけども、それ俺メリットで言ってないからね。デメリットとして言ったのが、だから俺言うたやん。突き止めるために、ちょ、待て、アホ待て。例えば学校からの感染で一人しか感染しませんでした。その感染源がわからないからって家調べたって出てこへんわけやん。で、学校調べました。そのサンプリングっていうのを取ってるところで、そのサンプリングは一部分でしか感染してなかったから、その子は食った部分でしか感染してなかったから、結局そのサンプリングも意味ありませんでしたってパターンだってあるんじゃない？いや、だからそのサンプリングと比較しないとわからないんだって。その一つだけじゃ何がわからへんねんって。いや、だから一つだけじゃわからないんだって。検査の仕方なんかいくらでもあるって。そんな医者が判断することであって、医者、ちょっと待って、聞けよ、お前順序がわかってないやろ、絶対に頭が悪いから。日本において、ね、そうやって集団でなった場合、ね、感染した場合に、じゃあ、いろんな菌があるんだよね。
で、その広がってる菌っていうのは何なのかって調べた場合に、ね、それはちゃんと比較するもの、同じ菌を比較して、どの菌だったのかっていうのを明確にしないと、突き止めることができないんだって。ちょっと待って、それは直すこと前提での話をしてんやろ？まあ、直すというか、もちろん感染する何？のを抑えるためと判か、明させるスピーこドをとが重視何しかよう目な的話だ。として必要なのかっていうのがわけわからんねん。さっきの例えでスピーディーな行動を起こせるのはどちらかってなったら、医者は即時に判断することなんじゃない。そのいちいち保健所に依頼して、保健所に動いてもらって、保健所が、学校のサンプリングを持ってくるまで、そんな時間かかってる間に治ってるって。いや、だからそうじゃないんだな。いや、だからそれそうやねは、んって、実突き際止めさ、るためそういうに、ものを挟むわけ。お前はそういう部分が欠けてんだやからろ、その今頭一の個中十から。の部分だけで言ってないんだって、だからさ。だからじゃあ、その、一個人じゃなくてベもートーブいいンとしよ。て、集団感染しましたってなったとしたって、保健所が動かん限りは、そのサンプリングすら見られへんわけやん。医者の独自の判断で、じゃあ調べてみましょうとはならへんで。いや、これね、スピードが遅ければ、ね、家庭であっても集団感染っていうのが十分起こり得るんだよ。だけども、同じルートから来た、食材を、ね、マニュアルに沿ってしているっていう、その順を追ってるっていうことは、ね、突き止めるのに、ものすごくスピーディーに対応できるんだって。それ毒か何かの話をしてんの、お前。いや、毒でもノロウイルスでも何でもいいんだけど、じゃあ、例えばノロウイだルからスでそう、したってなれば、ちょっと待って、ノロウイルスなのであれば、その症状から判断することの方が多くない？いや、だから症状から判断して、その判断されたその一人は、まあもちろんそれでね、何だったってわかるかもし待れて待ないて、けれども、じゃあそれでちょさ、っと待って、感染している話をしておるんだ前よね。さ、ちょっとほんまに、ちょっと頭悪いわ。例えばじゃあもうこれい経や、路を考頭えたがらすぐ悪いわかわ。ちるこゃんとやとねんけ聞いど、てる？頭悪すぎるいや、で。ほどっんまにち頭が、悪すぎるいからや、答えたるからちゃんと聞けって。まだちゃんと聞けって。いいから。いいいや、からわちゃかっんた、と聞じゃあけ、聞バくかカ。ら。じゃあ反論するから、ちょっいいとからちゃ話しんとて聞じゃけよ。じゃあまず、病院に行きました。じゃあその学校が管轄してるような病院っていうのは一つと限られてるわけではないわけ。じゃあ実際、その何、集団感染をしていた場合だって気づくのっていうのは保護者の活動によって変わるわけやろ？で、集団感染っていうのが20人ぐらいで収まりました。じゃあその20人が全員、あれ学校からもらったものなんだっていう確信を得ない限り動かへんわけやん。で、その最中だって治療は始まってんやろ？その最中、医者はハテナな状態で治療を始めてんのかな？お前そういうこと言ってんやろ？つまりは。いや、だから、もう感染している人は、もちろん治療は始めるよ、そりゃ。だから感染してるけども、それ以上の感染をふか、あの、広げないために、どっちがスピーディーに抑えることができるかっていう話だからね。さ、お前話いや、変えもてとるやん。もと言ったのは、ジェイクが言ったのは、ね、大勢の人に移る可能性としては、給食があるんだよって言ったから、この話になってんだよ。もっとそこを理解しないと、話が進まないと思うんだけどね。そうやで。リスクを与えるのって、そうだでしからょ？その感染源を把握するまでに至る時間、潜伏期間も含むやで。潜伏期間も含む。そうだよ。だから、だから潜例えば、伏期一人間も含が、むだから、考えてみたらわかると思うけど、一人が、例えば、もう給食のおばちゃんが、例えばノロウイルスにかかってました。たまたまなんかその給食の中にちょっと唾が入って、それが感染源となりました。そこから、何、ノロウイルスにかかってしまうリスクっていうのが増えた生徒たちのうちの100人が感染しました。学校から家に帰ってその瞬間、何、異常をきたしてるわけじゃないわけやん。自分がその異常に悩んでるわけでもないやろ。じゃあ、のうのうと普通に生活するわけ。で、急になんか下痢が始まったな、嘔吐が始まったなって思うぐらいで、なんか子供たちは相談せえへんかもしれん。家族に吐いてしまったぐらいのことは言ったとしても、まあ、あんた学校行ってき、頑張ってきとか言われるかもしれん。その最中にだって家族に感染してんねん。その潜伏期間っていうのは始まってんねんで。で、そこで一気になんか、あ、やっぱりこういう現象が起きてたのかって理解するまでに、学校はどれだけの時間がかかんねんっつってんねん。じゃあ言いますけど、じゃあおばちゃんがね、唾を吐きました。で、まあそれがね、作ってる段階、例えば何か切ってる段階で唾が入ったとする。その後に熱湯消毒といって、何度までって定められた温度で調理をします。その後に校長先生が何か、毒味というか、ね、食べて何も問題か何かを確認するんだよね。で、その後にみんなに配られるわけだけども、そういうのを順を追っていけば、早くわかりやすいんだよ、それは。
マニュアルに沿ってるので、それがね、明確に分かりやすいんだけども、弁当の場合はそうじゃなくて、じゃあどこで映ったのかっていうことを突き止めるのに、ものすごく時間がかかるって言ってんの。わかる？だから、その感染が広がるって言いたいの。あと、その毒味みたいなのするって言ってるけど、あれってスプーン一口やで。いや、だから毒味って言ってるけど、あれはちゃんとそういう感染だとか、なんか物の購入がないのかとか、そういうのを確かめるためにするんだからね。いやもう、そんなんぶっちゃけ違うって。あんなんもう形上あるだけで、もう効果なんかないから。スプーン一杯分ぐらいしか食わへんねんで。一人分の食事を用意されても。それで校長先生とか違うもの食ってんねんから。いやいや、それはなんでそんな苦しいでしょ。校長先生はそれで昼食済ませるんだからね。いや、ほんまやで言っとくけど。校長先生は昼食済ませるん。いや、意味がわからん。ちょ、お前、ちょ、マジ、マジで、ちょ、待って、保健所、ちょ、待って、保健所に管理か、保健所に管理されてるような人のことを指してるわけやろ、お前。そういう施設の話も含めやんな。少年院でも、そういう校長みたいな人がおって、その校長って人が、その何、給食を食べてる瞬間っていうのは見とった。その給食って扱いでいいんかどうかわからへんけど、で、保健所の管理下の元に置かれているような状態で、そこで、その校長先生的にみたいな人が普通に一口食ってただけやったで。俺はそれを見てたで、調理下におったから。いや、じゃあどこか明確にしようよ。小学校なのか、中学校なのか、少年院なのか。いや、そんなん知らへんよ、俺。その校長、校長先生がそんなん給食を常に食ってるような印象ないわ。だって給食抜けてる時とかあったやん。校長先生お出かけ中ですみたいな時よくなかった？出張ばっかやったで、俺の学校。その時は教頭先生がするんです。だから別のやつがやんねやろ。で意味ないやん。だから校長先生の話なんか別にどうでもいいねん。その部分はどうでもよかった。なんでするかっていうところで意味があるんだって。わかる？いや、そんな意味がないって、ほとんど意味がないねんって。あのチェックっていう意味でやってきてるんだから。いや、少なからずど、もうそういう、それに効果を求めるのは無理やわ。言ってるように、うん、それがね、建前上とかね、昔の時代みたいにさ、毒味とかいうような形で、毒味とかいうような形で、なんか誰かのこと立ててんやったらわかるけど、校長先生がもたらす効果っていうのは違うって。だって子供とさ、大人の免疫の違いだってあんねんもん。そこで何かは物差しで、その物差しで測るのはちょっと無理があるわ。いやいや、免疫の強さとかをそこで測ってるわけじゃないから。まずどこで感染をしていくのかっていう流れがわかると。校長先生まで何もなかったのであれば、その後に感染したんだなっていうところで、調べる速さもまたそこに終点を置いて調べていけるんだから。ただ家庭の場合はそうじゃなくて、どこで食材を手に入れたのか、ね、どこで移ったのか、例えばお客さんにね、ご飯を食べさせたかもしれないし。お前ほんまにわからんねや。いや、わからんのはそっちだよ。こうやって諦めてくるやつがおるんちゃん。いやいやいや、これ。いや、諦める瞬間ができるのっていうのはこういうことなんじゃない。だってマジでさ、お前理解できてないと思うもん。その感染に関して言うんやったら、例えばノロウイルスでもいいよ。ノロウイルスっていうものを食事から感染しましたっていう状態でいいよ。そこから入って家に帰ります。そのノロウイルスっていうのを家族にばらまく危険性っていうのは症状が出てみいひんかったらわからんわけやろ、実際。そうだよ。そうだよ。もちろんそうだよ。そうやろ？じゃあそこでじゃあ家族に感染しているような状態なのかもしれないから始まってしまえばどこから感染源なのかなんか求める前に何にかかってるかの判明の方が早いわけ。わかる？それは病院に行ったら病院側が判断下すからね。ここにどういう形で行ったって判断のできない病名なんかほとんどないからな。今のこの時代。もうわかってくれ。もうわかってくれ。だからそれを判明するための段取りとしてそういう形を取ってるんだって言ってるじゃん。だから、その行動に起こる前にもうすでにその結果は出てしまってるっつってんねんて。いやだから結果って何？何の結果？だ判断や、その診断や。いや、それは診断っていうのは、じゃあ何の、ウイルスだったかっていうのは、その何人かなった中の、それをね、調べれば、個人個人の診断はできるけれども、じゃあそれが果たして、その同じとこから発生したウイルスなのかっていうのを判断するのには、比較対象がいるよねっていう意味で言ってんだよ。いや、待って、個人個人でかかっている経路っていうのの判明はできるって。なんて？いや、だから個人個人では、そのね、
ある程度の治療はしてるかもしれないけれども、じゃあどこでね、感染して、その同じノロウイルスならノロウイルスが感染しているのかっていうのを判断するためには比較するものがいるよっていう話ね。うん、そこで学校の給食を出したわけやんな、お前は。そうだよ。ういん、や、こ子れ供分の手かるよもね。手に明らか渡るようになんやろ？家庭の方が、分かりづらいでしょ、これ。いや、さ、考えてみたらわかると思うねんけど、給食っていろんな工程を含むと思うねんやん。子供の手で、食器に触れ、子供の手でよそったり、で、一人の子供がたまたま外で遊んでて、そのノロウイルスの感染源となる鉄棒を触りましたってなっても、そこからでも移る可能性があるわけやんか。なら、給食っていうシステム自体っていうのは不安定なわけやろ？実際。いや、だから、もし、鉄棒でいいよ、じゃあ。鉄棒で移った場合は、動画の部だとか、別に他のところでまず移るんで、その弁当と変わらないんだよね、条件としては。いや、違うやん。弁当の場合はさ、各自、まあ、個人で手を洗うっていう工程が出来上がってるから、そのリスクの回避っていうのはできるわけ。お前も多分小学校とか通ってたからわかると思うけど、手洗い具合っていうのは義務付けられたものやんか。いや、それはわかるよ。わかるやろ？でも完全に洗ってない子たちもおったと思うし、でも、その食器とか、その何？自分がさ、使うお箸まで人に触れられる心配っていうのはなかったわけ。でも、一応その給食委員みたいなものがあって、その給食委員が食器を配ったりとか、食器の中にいろんなものを入れたりっていう工程も含むってなれば、その何、給食自体を否定せなあかんようになってくるやん。そうだよ。そう。じゃあそのリだスからクが高いのってやっぱりそうやだから給食をその場合はするよね。じゃあ、果たしてじん。だからゃあ、どこ弁から、当の場合はどうだったかって考えたときに、じゃあ手をつなぐかもしれないよね。せっせっせーのよいよいよいをして、お昼休みに遊びました。じゃあ、そこで、じゃあ何人ものかが移ってました。ね、ならでもば、そ昼のせっ休せっみってせーそをのしたと食事ころので後じゃ移っなかったったていうのは分かりにくいんだよ。わかる？お何前人覚え、でせっお前せっせさ、のよいよい小よいをし学て校移覚えってたのる？かっていうのが分かりにくいんだから。何人なあ。が、その、じゃんけん、手をじつないゃあ、で聞遊んけだよ。のかっていうのを突き 止めるに小は、学校かのなり工時程間がか覚えかてるんだる？よ。昼休みっていうのがあるのって、食事が終わった後じゃなかったっけ？だから給食いや、がだ感から、染経路ちょ、になるかどうかっていうリスクの話をしてるわけやから、そこら辺はちゃんと理解しろっ鉄棒、て、おお前前。さ、それせこいぞ。なんでそのさ、なんで鉄の？棒をした休み時間の話なの？それなら朝休みだってあったんいだや、よ。休み時間じゃ朝なくて休みものいい時よ。間におその前が運こん動なでこもと何言でうもいいよ。そでんもそなの前の、にそ手んをなの洗うっはていいうくら工で程考がえれ含るまだれてろうんが。ねんも。だ、お前の否定っていうのはできひんねんって。わかる？なぜなら、ちょっ食と事待をてするよ。前に手を洗うという工程を挟むから、さっきも言ったけど、ただ子供たちが扱う食器に、その感染源とはならないっていう確定はできない。ならそのリスいや、クそをれは回避弁す当るも一た緒めだにな。も、お弁当の方がリスクは低いんじゃないの？なぜなら食器を配るとかっていう工程がないから、人に自分が食べる、その口をつけるような部分を触れられる心配がないから、いや、だから、その鉄棒で広がるっていう話でしょ？手を洗うのも弁当も一緒だよね。だけども、弁当の方だって洗う可能性が100%とは言えないんだよね。ならば、その遊ぶ工程で鉄棒だとか、まあ、手をつなぐだとか、いろんなね、遊び方があると思うんだけども、そこで感染したっていうのは何人なのかっていうのは明確にはわからない。これで話はつながるんだけどね。何の話もしたい？いや、何もおかしくないでしょ。だから、どっちもそ、だから、その、ちょっ食器と待って、を配るかさ。もしれないけれども、じゃあその前の段階の話でしょ？その遊ぶ段階で感染してんだから、そこでどんだけなん広かがってるもかっていう問題なんだから。う。じゃあなんかその、何？感染が広がるかどうかっていう話に変わってんねんって、お前の場合は。
どこから感染するリスクがあるかどうこうでの話から、その病気の話になり、その今、その、もしその感染源っていうのが広がるとすれば、その給食の方がリスク高いやんけって話になってんのに、お前はまたその先の話になってるわけよ。いや、なんで先の話になってるのかというと、ね、お弁当の方が分かりにくいっていう観点では、これ絶対崩れないと思ってるから、なるほど。お弁当の方が分かりにくいじゃないねんって。お弁当の方が分かりにくいちゃうって、違うって、もうほんまに言っとくわ、もうほんまに言う。お前さっきお前にも伝えたけど、ごく一部分、うん、そういう感染源となるような部分が含まれてました。で、さらに、ごく部分的なその男の子が、その給食の食器を半分、その渡しました。その中にも、かかる人間がおったり、かからない人間がおったりするわけで、実際、どこが感染源なのか、そのサンプリングに残ってない限りは判別下せないわけよ。で、その判別を下す前に、うん、はいはい、もう結果が出てしまってるから、そのノロウイルスっていうことに関しての。例えば、ノロウイルスなら。なら、その感染源が膨らまないように、一応、注意はするわけやん。家族であろうが、学校であろうが、一人がノロウイルスにかかったっていう話を聞けば。うん。だから、ならもうそれはもう病院行った時点で判別下されてるわけやから、その判明まで至らんくてもいいねんって。ああ、だから、同じ状況下であって、で、まあ、その、一部分の人、一人、一対一の人で、どっちも同じ状況でかかった場合に、あの、食器とか扱うから、その、広がるのは大勢の人に広がるって言ってるんでしょ？給食の方が。うん。だけじゃなく、その判定も、何？その、結果を待つよりも、病院に行って、その診断してもらって、あ、ノロウイルスなんやってなれば、それはそれで対策が打てるかなって。なんか対策の部分も話しとったかな、うん。いや、だからそれは俺も分かってたよ。分かってたけども、そこが問題じゃないって言ってんじゃん。は？何言ってんの？だから、それはさ、それで読み取れるのが弁当か。待て。それで読み取れるのが弁当がリスクが高いか、それとも、あの、給食の方がリスクが高いかって話につながるわけ。これは弁当がいいか、給食がいいかっていう漠然とした話の内容やから。いやいや、1対1の個人対個人の病気なんだから、それは30人だったらその30人治療すればいいだけの話なんだよ。じゃなくて、そっから広げないための話を俺はしてんだよ。わかる？だからそれはもう、それは病院が判断して、その病院が下すやんって。うん、例えばそこで30人になりました。ね。30人、ジェイクが言うように、給食の方は30人になりました。弁当だと1人しかならないっていうことを言ってんだよね。じゃあそこでなったのはいいんだけども、じゃあどっから広がったのかっていうのを突き止めるのに、ね、弁当の方が格段にね、そのか、突き止めるには時間がかかるって言ってんの。わかる？先ほども言いましたが、先ほども言いましたが、こういう工程をあなたは頭の中で理解できますかと。まず症状が出ました。それから病院に行き診断してもらい、こういう、あ、多分こういう病気にかかってるわっていう判断を下してもらいます。もうその時点で感染源っていうのは広がってる可能性の方が高いわけ。その元となる部分っていうのを探すよりも、結果その何、どういう病気にかかっているかっていう判別を病院で下してもらう方が早いわけ。いや、だから、病院じゃあどこから広がったっていうのはわからないんだって。まずそこを突き止めないと、どこまでの範囲を。違うって、もう、ほんまに理解して頼むわ、マジで。いや、アスペみたいになってさ、ね、お前。ほんまにアスペみたいになって。いや、観点が違うとかじゃない。放送の空気も見てみろって。何、放送の空気って。いやいやいや、ジェイク、ね、いや、みんながコメント打ってるような部分を理解しろって。え？いやいや、だから俺もちゃんと見てるよ。見てるけども。見てんやったら、じゃあそこで理解を示そうや、お前。いやいや、待て。コメントにそうやって逃げてもいいんだけど、多分ジェイクは。いや、逃げてないから。もうこういうことを読み取りつつ話をすべきやってこと。お前が追求してるのってさ、ちょっと待てって、お前。待てよ、ボケ、おい。待てよ、クソ、お前。待てって、ええから。おい、ゴミクソ。
お前が分かってないからろ、この状況。今、お前が追求してるのは、どこが感染源かが必要だって言ってるわけ。でも、そのどこが感染源かっていうのは、判定を下す前に、すでに診断結果が出てしまってる以上、その活動っていうのは始まってるわけ。じゃあ、なんで学校がそれを追求し出すか？なぜ保健所がそういうことで動き出すか分かる？人の手で作ったものじゃないから、そういうことを管理しますっていう管理下に置かれて、そういう集団感染が行われてるから。え、ちょっと待って、どっちも人の手で作られてるよね。だから、もうその一人の手とか、例えば母が作りました。もっとわかりやすく言えば、母が作りました。母が実際、その食事を作った時に、そのなんていうんかな、感染しました、ノロウイルスに。じゃあその子供を病院に連れて行ってノロウイルスにかかってたって判断されたら、そこでそのノロウイルスの対策っていうのは各家族がやるわけ。じゃあ病院や、その学校とかが例えば集団感染を起こしましたってなって、なんであれだけ問題になるかってなったら、それは行政の管理下の下にあったからなわけ。それを追求せなあかんから。でももうその段階では病名っていうのも分かってんねん。どういう病気にかかってるかっていうのは。いや、だから俺が言ってるのはその病名が分からないからじゃなくて、ね、その1個の病名が判明したところで、それがね、その感染でつながってきたそのノロウイルスだったらノロウイルスなのかっていうのを判断するには、比較対象がないと判断できないって言ってんだから。まずそこを理解できないから、こんなね、長い話になってたと思うよ。比較対象がなければならないとか言ってるけどさ、何も食ってないような人間が、例えばノロウイルスかかって、ノロウイルスですねって判断される場合はないんやねん。だから感染した時の話をしてるんでしょ、今。感染しました。そこで、どんだけ。だから、その感染ルートの話をしてんやったら、その感染ルートっていうのは、どこから移ったかの前に対処されるからって話をしてるわけ。例えば、学校に、その家族が、学校もちゃんと聞こうぜ、もうバカ。1対1だよ。1対1かもしれないけれども、その1対1ではそれぞれが治療すればいいけれども、そこからどう広がるかっていうのは、さっきも言った通り、マニュアル化されてる給食の方が、それを例えば学校に息子がノロウイルスかかったんですって話を学校に持ち込んだら、学校は対策入るんちゃいますな。俺さっきからずっと言ってんだけどもね。だからお前がスペってるのはその時の対策の経緯っていうのは理解できてないからの脳みそかけてるの、他人がマジ。待て、対策の経緯分かってない。対策の経緯を俺今話してんだけどね。だからその対策の経緯っていうのが理解できてないっつってんねん。それが理解できてないっつってんねんって。お前の言ってるのは何もかもぶっ飛ばしての状態の話をしてんねんって。集団感染っていうのを決めつけるためには、ちょ、聞け。ほら、濁したとか空気作りやめろってボケ。お前理解できねえよ。人の話をまず聞け。人の話を聞いてこういう部分が間違ってるんだって否定しろよ。まず俺が言ってるその経緯を理解してな。まず、集団感染と言っても人によって濃さがあり、時間っていうのは全然バラバラなわけ。もうその時点で3日4日が経ってます。そこからじゃあ保健所が動き出して、そのサンプリングっていうのを調べました。学校を調べました。それで確定させましたっていう時点でもうどういう病気にかかってるかっていうのは判断されてんねんって、病院から。そこで感染ルートがどうであれ、そういう集団的に感染しているっていうような傾向があれば、学校は対策しますから。以上。じゃあ反論しますね。反論しますけども、じゃあ今のは給食の場合って言ってたけども、じゃあ弁当だとずら、うん、どう思います？弁当やったらじゃあどういうふうに対処するかをじゃあ話してみ。もっと簡単。その病院に息子を連れて行きました。病院サイドが判断を下し、家族が対策を練るやん。対策を打つやん。だから対策打つじゃなくて、その対策で、ね、どこから対策打てないじゃん、その、わかる？俺が言う。いや、打てるって。だから病院が判断するような病名にかかる病気があったとすれば、それは例えば、いろいろあるわけ。ノロウイルスならじゃあどういう対策を打つか、人が嘔吐、下痢とかをしているときに、その排泄物に近寄らない、触れないとか。違う。そういうのは病気が、病院が教えるから。お前こそ分かってくれ、頼むから。だから家族なんでさっきまで対策の話をしとったわけやんな。ね、どっからの経路で流れてきたのかっていうのが分からないじゃん、それは。何の話をしてんのお前。
じゃあ、だから、ちょっと待って、俺さっき、ちょっと待って待って待って、待って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 、どの経路で運ばれてこられたかっつうのが関係ない話に飛び火してるっつう話は覚えてるかな？いや、だから、そもそもの話っていうのは、じゃあなぜその、給食か弁当、どちらの方がリスクが高いか、そのリスクの話をしている最中に、感染っていうののその根本がどこにあるかがわからない、それは対策を打つのが早いからって話をしてたから、付き合ったけど、どこから入手したものなのかとかって話はしてないから、今。いや、だから分かってるよ。それはニュースは分かってるけれども、その、病院で対策はできる、うん、もちろんそれはできるけれども、その30人だったら30人を、ね、1対1、医師と、その、なった人同士で、それを対策すればいいだけだから、別にそれはさ、明確に差別化できてないよね。だから俺はそこで、弁当と給食とは比較対象にならないって言ってんだけども。何を言ってんの？その、30人で対策するか、1人で対策するかの違いってこと？いや、だから、30人だろうが、その30人は、もともと1個人なわけだから、そこを1個人1個人で対策する分には別に何も変わらないじゃん。何か30人だったら、じゃあその、なんかそのノロウイルスでね、排便によって移らないようにこうしてくださいとか、その治療法が何か変わるわけじゃないでしょ？っていうか、そこをジェイクが、なんか、なんで、ちょっと待って、なんで話変わってんの、お前。ちょっと待って、なんで話変わってんの、お前。ちょっと待って、話変えんなって、お前。ちょっと待って、話を変えるなって。俺は差別してるやん。30人が感染した場合、30人の家族にかかるっていうことのリスクっていうのは提示したはずやで、さっき。だから、分かってるよ。30人でしょ、うん、で、なら、一人が、ちょ、そこで感染、ちょ、待って、し、給食じゃないよ。天ぷらないで、お弁当の方だから。お弁当の場合は、一人がかかります。その家族に感染する可能性ってのはあるけども、その子の症状を見、対策を打つことができると。実際、どちらにしてもノロウイルスにかかった以上、その潜伏期間っていうのも含まれて、その症状が出るまでは、どの子がかかってるかっていう判別は下せないわけだから。そうだよ。だから判別は下せない。え、ちょっと待って、判別は下せる。だからどちらの方がレスキューか。あ、判別は下せないよ。え、ちょっと待て待て待て。そういうさっきと主張が違うでしょ。判別は下せるってさっき言ったでしょ。え、症状が出るまでは判別下されへんやんけ。ああ、症状が出るまではね。そうそう。だから症状が出るまでは判別は下せない。うん、じゃあ、俺がもう元々最初からさっきからずっと言ってるのはね、対30人と対1人かもしれないけれども、じゃあそこからね、感染ルートを調べていくと、どっちが突き止めやすいのかっていう部分で、その間にね、広がるスピードっていうのがあって、ね、突き止めるのが遅ければ遅いほど、ね、広がる可能性があるんだよっていう俺の主張なんだから。でも、30人だろうが、じゃあねんて、お前はかけてんねんて、今の対策の話をしたけど、かけてんねんて、もう明らかに。いやいや、待て、なんでぶっ飛ぶん？いや、ぶっ飛んでないから、ちょっと聞こうよ。いや、ぶっ飛んでるから、30人が、大元は30人かもしれないけれども、マニュアル化してるおかげで、どこから感染してるのかっていうのは、突き止めやすいんだから。だけども、その間に、お弁当の方は、突き止めるのに時間がかかるから、そっからの感染っていうのがものすごく危険なんだよ。だから30人どころじゃなくなる可能性がね、十分あり得るって言ってんの。あ、何？何？どういうこと？意味がわからへんねんけど。じゃあ意味がわからんってさ。じゃあ待って、うん、今俺が否定したかった部分をまず否定するけど、お前は順序が飛んでる。まず病気にかかりましたって時点で学校に、電話が入って学校がどういうことで休むんですかって問いをしたときにノロウイルスってかかればそのタイミングで学校側は対策しだすから。うん。で、徐々にそういう人間たちが増えてきました。そこから保健所が動き感染経路っていうのはここにあった。それは責任のなすりつけみたいなものでしかないからね。学校が対策に移るための一つの手段ってお前は勘違いしてるんかもしんひんよ。その30人が集団感染をしたことによる。でもそうじゃないから、30人が感染してなくても一人でも感染したら学校は対策するからね。いや、じゃあ一人だったら対策しないよね。それって、それはそうや。
いや、一人でも対策するから。インフルエンザにかかりましたってなった瞬間、どういう対策を打つねん、学校は。いやいや、だから対策はするけれども、その対策にもレベルがあって、あの、一人だと、そこまでの対策はされないかもしれないじゃん。そのジェイクが今持ってきた、また、それもまた話が変わってると思うけどね。うん。いや、じゃあ、じゃあ、それだけリスク、お前の話に付き添っての話やで、これは。その対策、対策言うてるから、その対策を連れてると思うんだけどねって言い出したら、お前の持ってきた話自体が連れてんいや、っていうか、その対策、そこに持ってきて、もういいから聞け、いいから聞け、バカな、そこで、例えば学級閉鎖になりました。1組が、A 組でもいいよ。何組でもいいよ。そこの組が学級閉鎖になりました。じゃあ、その他のクラスっていうのはどういう対策に出るかっつったら、はいはい、マスクをしたり、その病原菌っていうものが明らかになっているのであれば、インフルエンザの場合やったら、マスクをしたり、手洗い、うがいっていうのを中心にさせたりっていうのがもう、主流になってくるわけやん。うん、そうだね。だろ？で、ノロウイルスにかかってました、そういう症状があったって子がいたら、学校でまず多分調べに入ると思うね。あの子と接触のある子はどうかなって。大丈夫ですかと。まあ一応聞くことは聞くでしょうね。うん。で、あの、例えば毛入ってるタイミングでその周りに友達がおって、うん、あ、その子たちがほんまにかかってるかもしれないんでって親に一本連絡が入ったりする可能性だってあると思う。そういう対策に学校は出るわけ。それがガン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 増えてくれば増えてくるほどその対策ってのは濃くなっていくんかもしれんけど、対策が打たれてるかどうかで考えたら、もうその保健所が入って動き出す前にもう学校サイドが動き出してるから、